What's up, YouTube? Brought a monitor back with another episode of Nidoqueen Wrath of White Witch. I messed up that intro, but yeah, it's episode 109 this time, and guess what? Look who we're using. Alright. Yeah, I don't know. We learned some stuff last time, so you better go watch it and find out what it was. Because I'm not telling you. She can't jump either. What the f. Anyways, just get some shiny stuff. Added some barrels. Pots. Alright. Let me put this mic closer to me a little bit so it feels like I'm actually speaking into it when I look down at it. All right, yeah, can I? Yep, you can hear me. I was really close to it. Better freaking work. Shoot, just testing it. Okay, I smacked it a little bit so you might hear that. Hey, cat, stop. You're acting up. Very much so. You're acting up. So, big guy. No freaking talking scenes. Just text. Maybe something breathing. What the f is that? Oh shit. What's this guy want? Oh boy. なんでこんなところにいるの？あのね、ココルはね、どこでも行くの。え？言ったでしょ？オリバーのこと。ココルはいつも見てるよ。僕、母さん、助けられなかったんだ。今までずっと頑張ってきたのに、全部無駄だったんだ。ううん、無駄じゃないよ。え？オリバーは、みんなに贈り物をしたの。あのね、オリバー、お目目閉じて。聞いててね。うん。おいおい、そんなに気合出すなよ。俺の仕事が減っちまうだろ。今の俺は絶好調だからな。あの時とは一味も二味も違うのさ。思えばあれからこの国も変わったよな。あの王様すらやる気に満ちてるんだぜ。だよな。変わった変わった。全部あの少年が来てからだよ。この人たちはコロネールの。オリバーがね、最初に助けた人、心をあげた人だよ。心を。うん。でね、まだあるの。聞いて。何？キューベルのやつがまた悪さしたか。早速ミーの手で懲らしめ。おはようレイラおばさん。聞いて、今朝はパパが朝ごはん作ってくれたの。いいのよ、持っておいき。宮殿にある食べ物はみんなのものだからね。私なら少しぐらい食べなくても。ええか、ジュニア。妖精に必要なのは何かわかるか？はい、そこのチビ。何？ちゃうで。笑いや。妖精が可愛らしいわ。人間らを笑いに導くためのやな。確かに、オリバーの魔力は発展途上で、私たちに比べればまだまだ未熟。ですが信じたいんです。彼の特別な力。ブル遅いぞ。僕よりなまってんじゃないか。あ、ちょっと引っ張るな。いいかてめえら、飛行艇団再始動だ。国なんて関係ねえ。ジャボーの野郎に好きにさせてんじゃねえぞ。皆さん大丈夫。この町には私がいます。ジャボーの脅威から守ってみせます。必ず。エンジンの構造がこうだからって。ああ、頭痛くなってきた。まったくもう、触ってみりゃ一発なのにな。
人々の心を譲り受け与えるもの、悲しみの世を救うべし。あなたのことよ、あなたのおかげでみんなが救われたの、みんなの心が救われたの。母さん嬉しいのよ、オリバー。贈り物のおかげなんだよ。僕がみんなをありがとう、誇る。